続いては市町村観光だりのコーナーです。今日は水上町の観光情報です。それではゲストをご紹介します。水上町役は観光商工課の阿部正幸さん、そしてもう一人美術作家の松本優馬さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは阿部さんに伺っていきたいんですけれども、水上町はどんな町なのかというところを教えていただけますか。はい、水上町は人口17,700人、群馬県北部に位置している町です。新潟県との県境ということもあり、冬には大雪が降る豪雪地帯です。その雪解け水が豊富で源流の町とも呼ばれています。主産業は観光と農業。本日はその観光と農業を融合させた地域振興をご紹介します。地域振興、どんな取り組みでしょうか。はい、今回紹介するのはわらアートです。今日はその美術作家松本さんに、水上町のわらアートを紹介していただきます。はい、まあ、わらアートと言いますと群馬テレビの、ね、ニュースでも視聴者の皆さんもご覧になった方も多いかと思うんですが、匠の里で、ね、飾られているわらアートをイメージするんですけど、改めてそのわらアートってどんなものなのか教えていただけますか。アートっていうとすごく難しいものみたいな感じなんですけども、このわらアート作品は、はい、地元の人と一緒に作り上げて地元の素材を使って作るというのがテーマになって、それがメインですね。今回の作品も地域の人と一緒に、地元の稲わらを使って、作りました。水上町の稲わらですね。そうですか、はい、そういったところが特徴というところですが、いつからこのわらアートを取り組むようになったんでしょうか。水上町です。水上町ではもう5年です、はい、になりますね、今年で。そうですか、はい、これなんで水上町でわらアートなのかというところはどうでしょうか。私はもともと新潟県でこのアートの仕事をしてたんですけれども、はい、水上町さんから声をかけていただいて、ぜひ地元でもやりたいなということで、私も頑張って5年続けています。そういう経緯があったんですね、はい、地域の皆さん一緒に作っているということで、今年はどのようなわらアート作品があるんでしょうか。気になります。はい、こちらですね、はい、今回のメインになりますね、高さ 9.6メートル。あ、そんなに巨大な恐竜ですね。はい、大きいですね。大きいですね。はい、後ろに車もしてましたけど全然大きさがね違いましたね、はい、こんな感じで人の身長で見てもね、はい、大きいですね。記念撮影にいいですね、はい、そしてこちらは、こちらはウサギですね。毎年干支の動物を作ってるんですけども、今回はウサギを作ってます。皆さん年賀状なんかの、記念撮影にこう使ったりとか、ちょうどいい時期ですね、はい、そしてこちらは、こちらはですねバスなんですけども、これは3年前に作ったものなんですけども、こちらは地域の人にすごく人気で、地域の人がみんなこの吹き替えとか、修理をしてくれて使っているという、すごい面白い作品ですね。そうですか、はい、ね、記念撮影されている方の、ね、シーンも多く映ってましたけれども、見ると実際に作ってみたいって思う方も多いと思うんですけど、はい、これどういうふうにこう、なんでしょうか、作ることができますか今後ですね。これはですね、はい、地域の人と一緒に、今年も作ったんですけれども、来年からはですね、はい、地域の人以外にも観光のお客さん、見に来てきたお客さんとかも一緒に作っていただければなと思ってます。どなたでも作れるものなので、私も海外で作ったことがあるんですけど、海外の人でも、やれるという作品で、ぜひ参加していただきたいなと思ってます。あ、じゃあ観光面でも広がりを見せるということで、ここから阿部さんに伺いたいんですけども、はい、町としてはこのわらアートどう捉えてますか。そうですね、私は町ではインバウンドも担当してるんですけども、はい、先ほど松本さんがおっしゃったように外国の人とも交流ができながら作れる作品だと思ってます。なのでこのわらアート、台湾に限らずなんですけども、インバウンド素材としても大きな可能性があると思ってます。さまざまな可能性を秘めている水上町のわらアートということですけれども、松本さん、ぜひこれからのわらアートどうしていきたいかなど思いを教えてください、はい、水上町中に100個ぐらい作品作りたいですね。そうですか、はい、地域の人と県外の人と 海外の人みんなで一緒に作りたいと、そういう夢がありますね。なるほど、今でもね十分注目を集めてますけど、さらにこれから発展していくであろうわらアート、ぜひ注目していきたいところです。さあ、さて今インバウンドの話もありましたけれども、はい、阿部さんはなんと今年の春まで台湾に職員としていらっしゃったと、はい、いうことですが、はい、どういうことでしょうか。そうですね、はい、私は2013年の6月、まあ、6月のマンゴー祭りに出る時から、はい、今年の春まで約9年間、台湾にいました、はい、これは、その間に、台湾のマンゴーを日本に輸入して、
でこれはちょうどそうですね、みなかみ町の旅館の人たち、猿ヶ池ホテルの人たちが食べてる写真なんですけども、はい、あ、そうですか、はい、まあ、こうやって入れたり、あとは、これはですね、あと中学生派遣、みなかみ町の中学生を向こうに行ってもらって、はい、これは現地の中学校の校庭で町の人たちが、町の中学生がダンスを踊ってたりとか、そういう学生交流や物産交流もしていました。あ、そういった業務を担当されていたということで、はい、あの実は数日前まで台湾にいらっしゃったと聞いたんですけども、はいはい、そうですね、実は私は一昨日の夜に日本に帰ってきたんですけども、すみません、そんな中群馬テレビにありがとうございます、はい、はい、どういったもので、それは、はい、今回はですね、まあ、だんだんあのコロナで入国規制が緩和されてきたので、3年ぶりに、旅行店に実際に群馬県庁や群馬県の商工会の人たちと一緒に、現地に行って旅行店に参加してきました、はい、写真見ると相当にぎわってるんですけれども、群馬の反応どうでしたか、はい、台湾の方から。そうですね、はい、向こうの人にとっても久々に日本人と直接会えるっていう非常に貴重な機会だったので、熱も高まって、早く日本に行きたいとか、早く日本に帰りたいなんていう人もいっぱいいて、はい、そうでしたか、はい、あのどうでしょう、今後の水上町のそういったインバウンドっていうところでは、うん、どうしていきたいかなど思いありますでしょうか。そうですね、まあ、私もこれだけ経験してきてるし、まあ、水上町と台南市の交流、一つのモデルケースとしていろんな自治体が研究してくれています。だけど研究してるけどまだどうしていいか分からないということを言う自治体も多いので、はい、どうせなら、まあ、来週ですね、はい、来週ちょうど29日に沼田市で、はい、台湾セミナーという形で、この交流のどう進めていいかを開催するんですけども、こういう形で、日台交流の促進のお手伝いをできればと思っています。あ、安倍さんが講師になってということですか。あ、そうですね、はい、9年間も、ね、いらっしゃったということで、ぜひ、ね、そういったお話も注目、ね、集めていただければと思います、うん、さてここからなんですけれども、うん、これからの季節楽しみなのが水上谷川スキーと登山ということで、うん、スキーですけれども、はい、このあたりも教えていただけますか。そうですね、やっぱり今もう寒くなってきてましたし、山の上の方は雪が降り始めました。で来週ですね、これも来週12月1日からには谷川岳天神平スキー場でスキー場開きが行われます。その後町内の8つのスキー場が順次それぞれオープンしていきますので、ぜひ皆さんスキーやスノーボードを楽しみにお越しいただければと思います。最近ではスノーシューとかも人気です、はいはい、で詳しくはですね、みなかみ町観光協会で検索していただければ、はい、と思っています。はい、ということでこれからの季節、また今後のワラアートにも注目の水上町ご紹介しました。今日は水上町役場観光商工課の阿部正幸さん、そして美術作家の松本優馬さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて来週の観光だよりですが、高崎市の観光情報をお伝えする予定です。ここまで市町村観光だよりのコーナーでした。